するよね、うん、でも、編集的にはすごく最近仕上がりが良くて動画も綺麗し声も良くなってきてるね、うん、しかも一人じゃなくて何人かで喋っても増えてない？羨ましいね、人増えてるよね、うん、それはチームを組んでるんですかね。あ、そうチーム組んでチームを組んでます、ね、そう、なかなかね、沖縄だとチーム組んでくれる人がいなくて、そう、羨ましいっすよ。チーム続きなんか作ればいいじゃないですか。いやいや、もう今まで何度もやろうとして、うんうん、失敗してます、ね、何人か育てようとしてね、なかなかうまくいってないからね。ゲームとか観光っていうか、うん、あれとか、だからね、チーム作れば面白いよね。本当に、僕ちょっと情けない思いするのは、その例えば鈴木さんが今宜野湾に住んでるのであれば、宜野湾の観光物産協会ってなんでこう声かけてこないのかな、うん、オファー来ないかなと、うん、つくづく思うんだけどね。やっぱりもっと目立ってないとダメなのかなと思うわけですよ。いやいやでね、うん、まあ沖縄で有名なハイサイ某探偵団みたいなのがあるんですけども、ええ、あそこにもだから那覇市からじゃあどうのとか漁港、まあ、JA とか JU とか、ええ、ああいうところからどうだっていうオファーはないわけでしょ。そうですよ。こういうとこってちょっと、うん、ちょっと遅いっすよね。遅いっていうかちょっとな感覚が遅いっていうか、それで言いながらこう東京から連れてきて撮影。そうなんだよ。僕それが一番腹立つんですよ。うん、しかもね、やりたい放題みたいなやられ方してるので、ね、って思いますよね、うんうん、だったら沖縄の人使えよ、使えよ、沖縄の YouTuber もっと使えよって思うんですけどね。 YouTuber、VTuber ですけど、もう全部そうですけど、なんかおかしいと一通り愚痴を言ったところで知りたいのはさっき 4K の話したじゃないですか、はいはい、最近ねうちも一応大きな、うん、テレビですけども、はい、最近薄くなってるし、はい、なおかつ壁掛けにできるような 4K とか、はい、8K とか、もう安くなりました。 4K でも5万円ぐらいですからね、うん、20でね、もう前のテレビで大きいテレビって結構重くて邪魔っていうのが分かったから、そんなに大きくなくてもいいわけさ、うん、はい、でも、画面はとっても綺麗なやつが欲しいわけさ、うん、で、この間某山田電機とか某小島電機とか見てると、はい、値段が半額ぐらいになってるわけ。そうちょっと腹立ちますよね。あ、腹立ってるの？僕まだ買ってないから、いやこの消費税が上がったタイミングで値段下げるかなと思ったらそんなに下がってないんだけど、まあでもまた 8K とか、うん、なんか NHK があれの前に来るでしょ、山が、うん、オリンピックの前に、うん、そうそう、オリンピックの前に 4K、まあね、8K は来ると思う。来るよね、来る来る、山がね、うん、その山の頃に降り出しするかなっていうのが今僕ちょっと山の後ですよ。後ですよ。山の時はやっぱり高い値段で売りたいんですよ。だからその後ですよ、後安くなるのが、うん、だから来年オリンピック後は安くなると思うんですよ、うん、そっか、やっぱりそっか、うん、でもオリンピック見たいよね、 8K で8K で見たいんで、だから NHK はもうオリンピック 8K でとか 4K で流す気満々だと思うんですよ。そこら辺がこうちょっと濃すぎよね。いや でも薄型テレビの時もそうでしたよ。まあそうだね、サッカー、うん、サッカーの時に薄型テレビ買いましょうっていう、でもそろそろさ、あ、これも本気で思ってるんだけど、うん、ポスターみたいなテレビがそろそろできてきて、どこでもテレビ、どこでもテレビ、はいはい、だから壁にポンって下げるとそこがテレビ、うん、でチャンネルも家の中だったらみんな Wi-Fi で飛ばして、もうiPhone で8チャンネルみたいとかなんとかで見れるようにならないかな。だってドラえもんの初期の頃に、うん、映写機ってちっちゃく街みたいに映写機ってこれあるよね、あっとでかいけど今もうそれありますからね。これあるからね、うん、でね、何が言いたかったっていうと今、光テレビってあるわけさ、うん、CS とかなわけで、だからケーブルつないでくればできるんだけど、これって Wi-Fi でもできるでしょ、普通に考えれば、うん、できますね、はい、ね、だから無線 LAN の口つければできるんだから、はい、ただだからそのデータ量から言うと Wi-Fi6 ぐらいにしないと、うん、いや 4K8K は難しい。あ、 4K8K はね、あ、だから今のやつは大丈夫ですよ、うんうん、でも 5G は OK でしょ。 5G OK、 だから 5G なところに、それが、うん、テレビが、はい、テレビするなれば、はい、自分が行くところにテレビがあるみたいな、何でもいいかな、うん、そうです。でそれにスクランブルかければ NHK 代タダになる。、はい、これはちょっと立花さんに任せて、うん、ここではなし、うん、はい、今ちょうどねやっぱりちょっとそういったことで、うん、まあ、うちの中で考え込んでるんですよ。だよね、4K8K、 いや、ばあちゃんが、うん、
あのもうじき退院してうちに来るんですね、うん、あ、そうなの、で、テレビ、まあ、テレビっていうか、まあ、寝たきりですからね、うん、テレビが今うちは1台しかないし子供が占領してると、うん、どうしようと思って、うん、まあ、ちっちゃいの、このディスプレイぐらいな、そうそうで、いいんじゃないですか、あんまり大きいのだったわ、そうなんですよね、でちっちゃいの買おうか、うん、それともこうなんかスマホ使おう、最近思うのはこれぐらいのディスプレイに、うん、あのディスプレイなんかくっつけるやつ、はい、こんなやつ、はい、をつけとけばあの動かせるから楽でいいかなと思ってるんだけど、ああ、はいはい、ディスプレイアームみたいな、アームつければそうそうそう、でそのまたその机もディスプレイがついてるアームがついてる机も動かせるようですね、もう完璧完璧完璧、しかもそれが本当にディスプレイになっててキーボードが手元にあって、そしたらもう病院として、本当だね、だからそれもちょっとねと思って、うん、もう昨日も電気屋見に行って考え込んでたんですよ、うん、テレビにするべきかの iPad とか、いやテレビがいいっすよ、ね、いやあの、うん、年取ったらやっぱり画面がそれなりで大きくないと、うん、ね、うん、ああ字とかね、さパッドってやっぱりちっちゃいですよ、はい、なるほどね、ディスプレイをつなげたよね、そうそう、ディスプレイっていうかテレビって言うんだったらやっぱテレビ、うん、なるほどね、いや別にあのパソコンでもいいですよ、テレビの方に見れる、僕ね、あのあんまり今日はあんまりこの話題に触れたくなかったんだけど、はい、台風19号が来た時に、はい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 、結構やっぱりテレビ の, あの情報を見てたわけさ、はい、もうちもずっと見てましたね、あの文字情報、はい、で結構やっぱり便利だなと思っているので、はい、もう少しネット回線が発達してくればもっと早く切り替わるし、うんうん、もっといいかなと思って見てたので、はい、基本的にはうち NHK 払ってるんだけど、あの文字情報がもっと充実してくるんであれば、うんうん、僕見るかもしれないと思ってるわけさ、うん、あの防災情報とかに限らず、はい、他の情報も文字情報とかデジタル情報が増えていけばね、情報って買うもんだと思ってるから別にいいと思うんですけどね、うん、ごめんなさい、だからあのさっき言ってたけど 5G とかなんとか、ね、はい、結局基地局で電気なんですよ、停電しちゃうと、基地局停電しちゃうと、はい、電波飛ばないんで、でもね、あの例えば僕自宅のルーターにもあのバックアップ電源つけてるのね、うん、っていうのが、電話使えなくなる、電話は生きてるんですよ、そうそう、うん、でもあの通通とかが聞こえなくなるから、そうそう、で電話ってほとんど電力食わないんだから、はい、バックアップ電源っても全然電力なくならないから、ルーターも、うん、でもこれをルーターとあの無線機、うん、Wi-Fi とあの電話をつないでおくと、うん、家中の携帯が使えるわけだ、 Wi-Fi で、うん、